ギオーム・クリトン、またはギオーム・ド・ノルマンディは、フランドル・ハク。ノルマンディ公位及び、イングランド多い請求者。英語名は、ウィリアム・クリトン。ソエナのように使われるクリトンは、古英語のアシリング、そしてゲルマン語のアデリヌスの中世ラテン語化された、同義語である。クリトン及びアシリングはどちらも、王族の男、または、現代的な同義語では、プリンスを意味している。 ギオームは、ノルマンディー公ロベール2世と、シビッラ・ディ・コンベルサーノの子として生まれた。シビッラは、シチリア王国のノルマン貴族の娘であった。父ロベールが1106年のタンシ種ブレーの戦いで、おじヘンリー1世に敗北し、捕らえられた後、おじは父を連れて、ノルマンディーのファレーズへ向かい、そこで、幼いギオームと、初めて対面した。ヘンリー赤学校は、アルクハク、 エリアス・ド・サン・サーンスに、老いの親権を委ねた。少年時代のギオームは、1110年8月に突然、王が少年を引き渡す用遣いを差し向けるまで、姉と、アルクハクの下で世話をされた。当時エリアスは自邸に、不在で、エリアスのカレーは少年を隠し、こっそりと自分の主人に少年を引き渡した。エリアスは広告に逃げ、ヘンリー赤学王の敵の中に安全を見出したので、 ある。ギオームの最初の逃亡先は、ヘンリー赤学王の強敵である、シュルーズベリー博、ロベールド・ベレームで、彼は、ノルマンディ広告南部に大規模な所量を持っていた。1112年に、ロベールド・ベレームが捕らえられると、ギオームとエリアスは、若きフランドル博ボードアン七世の宮廷へ逃げた。1118年、 ノルマンディの伯爵と男爵たちの強力な連合軍がヘンリー赤学王に幻滅し、ボードアン七世と反乱軍と同盟した。彼らはギヨーム・クリトン川につき危険な反乱を開始した。ノルマンディ国境の伯爵たちとボードアン七世は王にとってあまりに強力で広告の北側を多く占領した。しかし優位に立っていた遠征は、 1118年9月の歩く包囲戦でボードアン7世が重傷を負ったことで突然終わった。翌年、ギオームクリトン川にルイヒマン王がついた。ルイヒマン王はセーヌ川下流のノルマンディー公国へ攻め込んだ。1119年8月20日、ブレミュールの戦いでフランス軍はヘンリー石学王の軍と対峙し決定的な敗北を起死した。戦いの日、ギオームは 王の警護兵の中に、新入りの騎士として騎乗しており、かろうじて高速から逃れた。ギオームのいとこで、ヘンリー王の息子ウィリアム・アデリンは、翌日ギオームが戦闘で失った馬に、必需品を乗せてを繰り返した。反乱軍は崩壊したが、ギオームは引き続き、フランス宮廷から支援を受けた。1119年10月、ルイヒ・マン王は、ランスで、ギオームの剣で、 ローマ教皇の関心を引き、亡命した少年の処遇を正当化するよう、ヘンリー王に仕向けた。1120年11月25日、ヘンリー赤学王の後取りウィリアム・アデリンが、遭難死すると、ギオーム・クリトンの運命が一変した。彼は、今や、イングランドとノルマンディの明らかな男性相続人であった。ノルマン貴族の重要な者たちが、ギオーム側についた。 ヘンリー赤学王の問題はさらに悪化した。ウィリアムワデリンは、アンジュー白古く5世の娘マティルドと結婚しており、古く5世は、ウィリアムの死後、マティルドの持参金として持たせた、メーヌの複数の城や町を返還するよう求めたが、ヘンリーはこれを拒否したのである。古く5世は娘シビーユとギオーム・クリトンを結婚させ、彼女の持参金として、ノルマンディーとアンジュの間にある、 メール迫力を彼に与えた。ヘンリー赤学王は、教会法に強く訴えたが、最終的に、ギオームとシビーイユの結婚は、血縁関係の近さを理由に、1124年8月に、無効とされた。一方、深刻な貴族の反乱が、ギオームを支持するノルマンディで起きた。ところが反乱は、ヘンリー王の情報網と指導者の組織化の欠如で、敗北した。 ルイ6世は、東側からルイを脅かす神聖ローマ皇帝、ハインリヒ5世への積極的な介入に気を取られた。ルイ6世は、ギヨーム側について、1127年に、多大な努力をした。1月、彼は、セーヌ川下流からノルマンディを攻撃する拠点として、フランス領ベクサムにある王領を授けた。そして、王妃アデルド・サボアの威夫妹であるジョバンナ、 デルモンフェラートとギオームを結婚させた。1127年3月、フランドル・ハクシャルルが暗殺されると、ルイ・ヒマン王は、ギオームの運命をさらに良い方向へ向ける機会を与えた。彼は、軍隊の先頭に立って、フランドルに入り、3月30日に、新しい伯爵として、ギオームを受け入れるよう当地の男爵たちを味方にした。当初、五月末までに、 白梁の大部分を確保し、ギオームは前処した。しかし、イングランドからの資金、ティエリー・ダルザスという競争相手の出現が、ギオームの立場の悪化につながった。1128年2月、サントメールとヘント、3月にはブルッヘが、ギオームに反旗を翻した。1128年5月、リールがティエリーを迎え入れ、ギオームは、フランドルの南の国境地帯をわずかに統制するに、 過ぎなかった。しかし、ギオームはブルッヘに打って戻り、6月21日のアクスポールの戦いで、ノルマンとフランス騎士の同盟軍と共に、ティエリーを破った。この時点でギオーム側にブラバントコージョフロアが加わり、7月12日にアールストを包囲した。しかし、包囲戦の過程でギオームは、不評との乱闘で腕を負傷した。傷がえそとなって、 1128年7月28日、忠実な義兄、エリアス・ド・サン・サアンスに見取られ、ギオームは死んだ。ギオームの遺体は、サントメールのサンベルタン修道院に運ばれて、埋葬された。ギオームに子供はなく、ウェールズで、幽閉の身であった父ロベールはそれから6年後に死んだ。ありがとうございます。